どうもタブヤンです。今回はアトランティスの謎、アトランティスじゃなくてチスなんですよね。サンソフトさんの、作品ですね。このゲーム、半人前の青年冒険家、主人公のウィンが、師匠、行方不明のね師匠を探しに行くゲームになっております。全100面早速いきましょう。7期、まずね普通にプレイしてどんなゲームかご紹介したいと思います。このねアクションゲームなんですけど、結構ね主人公弱いんですよね。でジャンプが特徴的で、このねジャンプしてしまうと、もうやられちゃった、空中で操作をできないというね、スーパーマリオのようにね自由にジャンプはできないんですよね。そして爆弾を、ダイナマイトらしいですけどね、投げることができます。1面から100面あるんですけど、1面クリアすると、2面に行くっていう単純な仕組みではなくて、まあ行くんですけどねこの場合扉がねいくつもあって、隠し扉とかもあってね、分岐になっております。なので何面に飛ぶかはちょっとわからないんですよね。隠し扉どこにあるのかな、こういうねとこにねあったりねするんだよね。爆弾で水探したりね、右に行けばいいのかな、このマップは。なかなかいい音楽ですけどね。あと残りタイムがあるんだよね、この下。残り500秒。急がないとね。どっちだ。結構時間なくなってきたよ。300秒っていうわけでもないよね、これ。200秒というよりも20秒ぐらいだよね。あった、扉ありました。右行けばまだあるかもしれないんだけどね。3面普通に 1,2,3 ときましたさあ右か左か、ジャンプ、おっと危ない。この頃はねスーパーマリオが大ヒットして、結構ね各社意識をしてたんですよね。サンソフトさんが出したのはこのアトランティスですね。危ない、危ない、あーやられた。結構右だいぶ行ったけどな、左行ってみようか。あ、宝箱だけ、あーやっちまった。多分ねこの扉に入ったら2面に戻るんじゃない。あー、タイミングよこれ7機いても全然すぐ終わっちゃうもんね。この魚が飛んでくるタイミング、魚が飛んでからジャンプした方がいいかな。うん、じっくり見てね。ほっ、魚が飛んでから今のうちに行く。ほっ、今のうち、よし、順調、まだかゴール。おっと危ない、今の危ない、魚より先に飛ぶとちょっと怖いよね。おー、宝箱があるけど何これ、取れないよねあ、1,2,3,4 ときた。なんだこいつ、倒せないのか、ジャンプでかわせばいいのか。あー、うっそでしょ、向こうもジャンプしてきた、マジか。どうしたらいいのこれ、追い込まれてる。ジャンプ、よし、かわした、急げー、残り80秒。あー、またジャンプしてきた、参ったな。ラスト1機、
こいつジャンプした後、ジャンプした方がいいよね。今だ、よし、急げ急げ急げ、一回ジャンプしてからこいつが、よし今、あー今度はコウモリコンボできたな。で、宝箱を取った数が表示されるみたいな感じですかね。ハイスコア2700点。ふう、まあ私の実力はこの程度ですよ。うん、もう一回行きましょうか。さあ、ミニファミコンのねセーブ機能を使っていきたいと思います。さあ3面戻ってきました。この3面ねワープできるんだよね。ここに落ちると、きたー、6面こういうね、隠し、あー何してんの。セーブしようここからちょっとまめにセーブしていかないと下手くそなんでね。あ、ブーツなくなったのか。あ、ブーツあるね。さあどんどん行こう。あれ、8面。さあ頑張って8面行こう。オッケー、これ落ちると、わあやばい、危ない。ジャンプの制御がね効かないのがこのアトランティスですよね。半人前の冒険家と言われるゆえんなんでしょうか。ちっこいジャンプと大きいジャンプをねうまーく A ボタンでね強弱つけないと。いや長くないこのマップ。急げ急げ急げ、時間がないよ。時間との勝負もあるんだよね。これはそのまま行けばいける。おー怖いなこれ、怖いな、落ちてるの怖いな。おお大ジャンプ、よしよし、これはジャンプ、よし、これはそのままいけ。やばい、もう迷ってる時間はないんだねこれ。あー、さあさっきと同じとこぐらいまで来たか。あー、また同じとこ。おお突破した、宝箱初めて来た。もう18秒しかない、まだか、ゴールは、ゴールはまだか。あー高く飛びすぎた。宝箱まで来たけど残り12秒7秒6、5、危ない、あー扉見えた時間切れ、よし来たー、やっとだ、セーブ。さあここは有名な難関コース10面ですね。ブーツ持ってるんで雲に乗ることができます。そしてスター、ああ取れないこれですよ。これは時間かかりますよ、多分。このね、ジャンプの強弱ね。スターを取れる感じで、ここは、あー!もうちょっときつく?もう全、あー!これぐらい。さあ、あとはもう、ひたすらジャンプの練習ですね、このマップは。雲に乗って、降りた方がいいのかな。で、雲に乗って。おい、こっからですよ。雲に乗って。おーし。小ジャンプ?小ジャンプ?あー!これぐらい。よし、取れた、セーブ!ここでセーブ。さあ、こっから。超ジャンプ、よし、あ届かない、あこれもうジャンプの練習もね兼ねてますからこのマップは。よし
ショージャンプ。ああ、お、危ねえ。ショージャンプ。2個。よっと。オッケー、宝取った、セーブ。セーブ。1個ずつね、クリアしていけば、これ。私でも。大ジャンプ。ショージャンプ。ショージャンプ。よし。ショージャンプ。大ジャンプ。大ジャンプ。よし、セーブセーブ。40タイムもちょっとやばくなってきたな。いくぞ。これ届くか。あ、届いた。よーし、いったー。嬉しい。12名。さあ皆さん、スターを取ったので無敵になりました。敵はね、敵に当たっても死ななくなりました。でもね、爆弾で自滅したり、あと穴に落ちるとね死んじゃうので、しかもね、スターは一回死ぬと効果がなくなっちゃうんですよね。さあこの面はね、一番端まで行って、 OK、クリアしました。13名。さあ13名いこう。ここにね、隠し扉があったと思うんですよね。いけ。オッケー、一気に44名。よくわからない。セーブ。さあこの面ね、相当難しいと言われておりますが、もう10面よりも全然難しいらしいですよ。さあこの面クリアしたい。一応無敵があるからね、なんとかなるんじゃないか。これちょっと、あー、雲に乗らない方がいいんじゃないの、これ。このアイテム、あー、アイテム取ったけど死んじゃった。難しい。このアイテムね、ボイスっていう、あの痛恨のマイクを使ってなんかできるアイテムなんですよね。ほっ、よし、ジャンプ、きたー。ほっ、ジャンプセーブー。小刻みセーブいく。ほっ、ちょっ、よし、なんだこのいやらしいジャンプ。オッケー、よし、きた、セーブこれは大ジャンプ？小ジャンプ？小ジャンプ？あー、やっちまった。大ジャンプの小ジャンプ、どうなんだろうな。小ジャンプ、よし。あー、これは無理だね。ちょっと戻らないと。小ジャンプ、大ジャンプ、おー、うまい。そしてこう、そして大ジャンプ、小ジャンプ、よし、大ジャンプ、小ジャンプ、よーし、セーブ。まだ終わらないのか、このマップ。むずすぎるぞ。時間もない。おー、来たー、ゴール来ました。45名、やったぜ。さあ、どんどん行こう。46名。うん、いけるいける。あーっと、宝箱取れなかった。時間との勝負なのかな、また。宝箱、よし、奥の方行こう。46名。さあ行こう。46名。お、4000点ゲット。50名。なんだこの簡単な面。いやー、気が落ち着いたね。さあ、右端にはいけないみたいなんで、左へどんどん行こう。芋虫はムシムシ。よっと。あ、この上矢印のアイテムね、これね、あの上ボタンを押すと得点が入るというね。3点ずつ入るのかな。地味ですね。
このゲーム10万点ごとにワンナップというね、途方もない。さあ上の扉入りましょうか。52面さあ行こう。52面よっと。お、タイマーがある。落ちたー、落ちちゃいました。タイマーを取るとね、その名の通り残り時間の経過がね、どうやって取るんだろう。うわー、取れない。あー、取れない。ふっちょっ、ナイス、取れた。残り時間の経過速度がね、遅くなるというとても嬉しいアイテムですね。さあクリアできました。56面絶好調。最後、なんか怪しげなとこあったね。アイテムここに隠し扉がある。あれ、オッケー、62面まで来ました。タイマーとスター持ってるからね。ポーズということでね、今回はこの辺りで区切りたいと思います。62面まで来ましたよ。いやー、やっぱりミニファミコンのセーブ機能恐るべしだね。次回100面目指して続きプレイしたいと思います。後編に続く。それではまた、さよなら。